なんかやってるな。なんかやれてるけど。さあさあ、やってきましたね。近鉄弥富ってことで、弥富市ですね。愛知県だよ。ついさっきまで、朝、大阪行ったの。早いね、近鉄電車は。ということでね、近鉄弥富行きました。あ、ここはね、あ、でも、あれか、弥富駅の中を撮ったことないっけ？乗り換えでちらっと映しただけか、JR からね、この真前の道を歩いてね、来たりとか、いろいろと動画では弥富が来てるんですけど、実はそういえば、近鉄弥富駅は来たことなかったですね。ちなみに、名鉄とね、JR と合わせた弥富駅よりも、圧倒的にこちら近鉄の方の、弥富の方のが、両者も多いはずで、2面4線ある立派な駅なんですけど、まあ、とはいえ、特急止まりませんからね、こっちは急行止まるんでね、今までの中で一番ちょっと実は、考えてみたら、優等種別とかの止まり方で言うと、準急が急行まで止まるんで、今までのところで、八尾は止まらないですから、そう考えると、実は強いんですね、ここ。ですけど、まあ、特急が止まらないし、どうだけど、あとから、利用客数とかそういうあたりのデータ、座学編はまた、後で家帰ってから撮ります。データを作りながらね、撮ろうと思いますんで。さあ、まあ、これは大丈夫です。もう知ってますもん。まあ、四日市と弥富じゃね、それはもうね、四日市の方が強いですから。ああ、四日市行き、準急行き食べてこれ乗って帰ってもいいけど。まあ、さすがになんで、ちょっと駅前で、どんどんかなかったも買って、帰ろう。まあ、こんな感じでね、今回、一応ちょっと会社とか行くか。もうね、荷物がバカ重てんだ。もう、夜とか入ってますからね、バッテリーが大量に入ってるんで、実は見た目以上にね、このカバーめちゃくちゃ重たいんだよ。5キロは確実にありますからね。それ持ちながらずっと歩き回ってるから、実はまあまあしんどいんだ。わぁ。よいしょ。それはこんな感じになってんだ。あ、しまった、全部だな、案内。本当のキャンピング終わって、しまった、全部だ、どんな感じなんでしょうね。それも気になるところではあるけど。そうだね。それは声聞けなかったね。よし。よかった、ここに落ちてる。あー、ちなみに、あれなんですね。弥富駅の案内は、赤くないと名鉄線だけとするんですね。なんだろう、駅で来てもめちゃくちゃ JR の駅なんですけど、JR とは書いてないですね。まあまあ、ここから JR にわざわざ乗り換えるって、誰が乗り換えんねんって。よっぽど JR 春田駅のすぐ近くに家がある人が、よっぽど近鉄の、どこだ？離れてるところ。近鉄の、富田、富田だったら JR もあるもんな。で、どこだった可能性ある？ JR から行って、フォアナなんて一緒だろ？川越、富津、原か。霞ヶ浦とかか。霞ヶ浦とかだとあんまり気がつないといけないか。でも、だったら、コアナに乗り換えたらいいもんな。一緒の駅なんだから。ってなっちゃうからね。よっぽどないですもんね、重要。で、こんな感じで、まあ、駅に乗ってるところ。このね、いいの10行きましたか、ここ。10もね、差があるんですね。やっぱ JR の方が駅の数少ないですからね。それで、この11行ったでしょ。で、21行ったらどうせ行ったらいいでしょ。で、もうこれだったら全部11も21もないですから、これはないね。
ね、今日は振り付けましょうね。ほら、ここなんて93だもんね。ちなみに、ウワタは91なんですね。だから、70駅あるんだね。ずっと大変だ。んで、こっちの方ずーっと来て、ずーっと来て、これね、二条来ましたね。二条も行ったし、11、大丈夫だ。で、こういったのが一日前と思えんもんな。で、21だと萩野台も行ってきたし、生駒三条も見てきましたね。結構お客さんいっぱいだった。で、あやめ池ね、もう読めるようになりましたよ。で、新放送の、ちらっと行ったね。で、伊勢田も行って、電池食って、ね、こっちは出るし。で、なんか上にここにね、なんかすっげえでっかい駅に11ってある気がするけど、これはもう見なかったことにしましょうね。よし。いいね。危ない危ない危ない。京都駅なんてさ、黒ぼっこにも届かるじゃねえか。な、金、でかす。いや、なんか、何かしら勝てる要素を探してくるよ。よし。で、こっちの方は、21が、ここやね。さっき言ってきたタイまでだね。よかったですね。まさか、あんな立派な、ツツジボタンの、ね、ところが見れるとか。で、エガノス、行ったんで、ここはなんか、ああ、そうか、古墳の周りを歩いたな。うん。いやー、で、あと、ところだけは、滝谷風呂をね、行ってきたね。滝谷風呂。何したっけ？滝谷風呂、歩いたな。なんか、無駄に何回の電車の駅まで、何回の駅まで歩いたね。こうなってるとね、ちょっと近く見えるじゃん。ね。実際そう、結構しんどかったけど。はぁ、という感じですね。うん。やとみは、駅の南側ってどんな感じだったっけ？北側はもう何回も行ってったかな。こんな感じですね。まあ南側に病院とかもあるからこっちの方のが、ちょっと南側の方がちょっと栄えてるかな。よし。をチラッと見る。チラッと見て、ちょっと入るぞ。もうヘトヘトだ。まあ、十分回った。土産物も入ってるので、もう、カバンパンパンですしね。正直、バッテリーも打ちすぎた。一泊二日だったら別にここまでオーバースペックいなかったね。重たいカバンが。今飲み物が少ない。あ、飲み物買ってこう。飲み物少ないからまだマシやけど。まんまこんな感じになってんだ。ここにやりあったんだ。ついさっきのヤギにて、不思議な感じですね。あ、向こう側にパッピーが見えるけど、そこまで歩いてもしゃあないくせな。契約のところ、この焼き屋さんとかあるな。ここだって。黒点なんて売っとるんや。すごいね。自転車預かり。駐輪場とかも、まあ、使いますよね。こんな感じやった。で、まあ、国一に出て。って感じですね。まあ、こっち側の方のが車通りとかも、栄えてるから、まあ、車移動が多いですからね、こっちは。すっごいもともこもないことを言うと、まあ、大体の人がね、名古屋に行くのに、車と買いますからね。雇うんやったら。
ちなみに一回私雇みに引っ越すかもしれん、仕事で雇みに引っ越すかもしれんと思って、この辺りちょっと内見で回ったことあるんだよな。どこだったっけな。まあ別にマンションも出せないからあれだけど、ミニミニに行ってちょっと内見したな。懐かしい。その前のゲオとか、この辺りだったら、まあ、なんやかんやって名古屋からの帰り、そこのマックに寄っていくことが多いか。ドライブスルーで。そういうこの辺りをよく使うから、まあ、全くわからんわけじゃないですもんね。四日市市民だと。すごいですね。安倍の生命みたいな感じで、安藤生命って。で、国分市、まあ、出たところで作るんです。で、宮富市は実は警察署がなくて交番しかないんですよね。三部交番前ってなってますけど、その奥のとこだったんです。三部交番あるんですね。はい、あれ勝谷できとるや。でも言うてそうだな。最近あんま車に通ってないな、こっち。そういえば結局23号に抜けちゃうしな。へえー、こんな感じないな。でここが駅前の駐車場ね。もうよく止まってだ。あの子にパン屋さんもなんだ。もう閉まっちゃってるみたいだけど、まあ、こんな感じなんで、まあ後悔出たらもうちょっとありますけどね、いろいろと。まあ車の方でね移動すると便利なところから、まあ駅前でも400円ですからね。まあ関西道でもすごく気軽に使えるし、そういう意味では結構バランス取りとっていいかもしれませんね。よし、こんな感じかな。お捨てたりも走って、そういえば朝一本当は火の鳥に乗ろうと思っとったんやけど、動画で話したっけ。いざ席を取ろうと思ったらギリギリで席が取れやんくて満席になってしまって、買えなかったんで。それで実はあの近鉄四日市駅の朝のところをね、すげえドタバタしとったの。それで本当は19分発の特急に乗って、それから火の鳥に乗り換えてっていう予定だったのが、急遽席が満席になっちゃって、席特急券がね確保できなかったんで、慌てて急いで、5分前の、急行に乗って移動するっていうことだったんで、あんな感じのドタバタになってましたよというような一日だったりします。果たしてそこを見てた人がここまでたどり着いているのか、わからんけど、とりあえず動画閉めるか。まあこんな感じですんでね、もうあとは家帰って、あれこの動画シリーズ的にはこの後座学編が入ると思いますけど、とりあえず現場からはね以上っていう形で終わらせたいと思います。すいません、救急車あんま乗りそうやな。それで乗ってこ。よし、じゃあご視聴ありがとうございました。